本日はあのファミリーマートのウマ娘プリティダービーとコラボしたライスシャワーの蜂蜜パンをいただきたいと思います。ライスシャワーの秘密で、実は朝食だけはパン派というところで、まあ、名前とちょっと違ってパン派みたいですね。ライスシャワーですからね、まあ、それではちょっと味付けたいと思いますけど、こちら結構いいパンですね。こちら結構大きさもあってってところで、まあ、ちょっとせっかくなんでちょっと断面を見てみたいとは思うんですけど、こちらライスシャワーの蜂蜜パンというところで、どんな感じですかね断面は、まあ、どう切ればいいかわかんないですけど、とりあえず普通に切っていきますか。お、断面は、あ、ちょっと少ないですかね。蜂蜜がほんのり入ってる感じですかね。蜂蜜とマンガニンかバターですかね。ちょっと何ですかねこれ。蜂蜜ゼリーと糖類、マーガニンですね。まあ糖類とマーガニンというか、まあマーガニンですね、この白いやつは。まあ、とりあえず4分の1に切って食べますかね。あ、結構入ってますね、蜂蜜。切ったら溢れ出てきたんで。これ美味しそうですね。まあ、とりあえずいただきます。うん。あ、結構蜂蜜入ってて美味しいですね、これ。あ、これ普通にいいですね。甘い感じで蜂蜜ゼリーっていうところで。なかなか食べないですかね、こういう蜂蜜ゼリー。いや、美味しそう、美味しいですよ、これ。溢れてですね。うん。うん、普通に美味しいですね、これ。この蜂蜜とマーガリンですね。この辛みがまたいいですよ、本当に。甘い中、やっぱり、マーガリンが効いてますね。開けてみると、あ、マガニンがこういうふうに縦状になってるんですね。蜂蜜が結構塗ったくってるんで、これは結構味もして美味しいですね。ちょびっとだけかと思ったら、ちゃんとまんべんなく塗ってありますね。うん、本日あのライスシャワーの蜂蜜パンを食べたんですけど、結構美味しかったですね。なかなか蜂蜜の味がして、これはたまらない感じだと思います。以上です。あの、ご視聴ありがとうございました。